番です。さあ太郎、さっきはありがとうの赤嘘、そして親番に非常にハイパイ悪かった松本ですが、今回もちょっと地配がバラバラすぎますね。今回もね、はい、秋はマンズ一面通、そしてスタットはこれは第一でリャンピンから行ったんですけれども、これはどういう狙いですか？純ちゃん三色とかね、ちゃんた系の狙いだとは思うんですけども、端っこに寄せていくんですね。はい、で第一打リャンピンでね、最後いいスピン残ると結構な天敗になるんですけど、はい、まあ大概それやるとね、いいピン入り目になることが多いですけどね。街で残った時はちょっと嬉しい気持ちになりますよね。だいたい先に引いちゃうよね、いい方がね。麻雀あるあるなんでしょうか。さあ秋がもうすでにイーシャンテンになっています。これはつもり3アンコーコースが見えますね。ね、できればタンヤオとかになってくれた方が良かったですけどね。なるほど、もっと現実的な役の方が、はい、つもり3アンコはね、積もらないとダメですからね。しかも転廃させるのも簡単じゃないですからね。はい、ああ国士ですか。ああ本当だ、ちょっと本一と天秤かけてるのかなと思っていましたが、決めましたね松本。さあ松本の隠し無双は自敗はね、確か全部足りてましたね。イーソー9層、イーマン9万だから、ソーズとマンズの1と9が欲しいです。あ、来た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 、これちょっとざわつきますね。あれ、アキさん、アキさん、アキさん、これ数アンココース見ます？さすがに無理？ダメ？チートイツは見るかな。そうか、チートイツか、数アンコじゃないか。チートイツはイシャンテンですね。さあ太郎もカンサンマンが入って、はい、やはりここが早いのか。赤1枚持っています、はい、なんかチーソーちょっと嫌そうじゃなかったですか。まあちょっとね、二差しの可能性とかドラ表示牌ですからね、ドラくっついた時のっていうのがあるので、さらに高いのを一瞬見たってことですね、まあルール上許されるなら保留したいですよね。いっぱいは持てないですね。ね、さあ灰になっちゃう。さあそして松本ですよ。松本ね、まだちょっとイーマンとキューマンとイーソーが欲しい。はい、これでパーマン短期の転廃です。秋チートイツになりました。パーマンは場に2枚切れているので、まあ、これは一瞬の転廃という感じですかね。もうねこれは持っている、どんどん重なっていく。そして短期待ち何に変える、ハクどうですか、リーチった、はい、これね松本が2枚持ってるんですよ。あの国士無双の人がいるとね難しいんですよね、チートイツね。これね、あの松本捨て牌だけ見たらもかなり国士無双っぽいですよね。ただあのションパイだからまだ行きやすいっていうのがありますよね。場に1枚も出ていないからこそ、はい、まあ、持ってて1枚持ってるだけだったらね、山に2枚いるかもしれませんからね。はい、ただ今回はたまたま2枚持っています、はい、さあここで松本の国士無双ちょっと遠すぎると、ここはあっさりやめました。ということで秋の白短期は山に1枚残ってます、はい、他のね、他の人もそれ読んでくれますからね、うん、あの松本さんが1枚持ってるからションパイの扱いじゃないよねみたいなね、そうか、となるとちょっと出やすくなるんですかこれって。あのちょっと出やすくなりますね、やっぱりね。1枚松本のところにあると思うと相手に2枚とか入ってる可能性はちょっと薄くなりますもんね。そうですね、だから普段だったらあの絶好の天敗って言われる1枚切れの自敗がとにかくリーチ行きづらいですよね。ああそうか、もう地獄待ちみたいになっちゃうんですね、それだと。そう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 、相手の捨て牌にね注意ということですね。国士無双模様の人がいたら、はい、1枚引いて考えよう。だから太郎さんとか掴んじゃうと危ない。うわ、椅子引いてた。今更もねちょっとこれはチートイツ方面に行ってますね松本は。ということで勝負するって、そうですね、今回だと太郎が引いてきた時に秋は上がるチャンスがあるかもしれない。太郎さん赤なんで行きたいですもんね。チートイツだ、イーシャンテンです。でね、場の状況結構面白いことになってまして、チーピンが4枚見えてるんですよね。パーピンそのものは通ってないが、はい、あとはどうでしょうか。パーピンいった。うん、欲を言えばね、イーソー切りたいですけど。切りたい、イーソーは一番嫌な感じだもんね、なんか裏筋ですもんね。そうですね、秋に全然通ってない。ドーラ、ドーラは今ちょっとお目にかかりたくなかったかもしれませんね。ね、一応あのうわ、これ今来る？してましたね。急走、そうか、イーマン待ちになってる。はい、まあしょうがないですけどね。そんな全部押せとみたいな。
まあ、基本国士無双っていうのはこういう使い方。あ、ウトラカさんだった。わえ、これはもう一回ギアを入れますか太郎。え、何切るんだろう。ウソは現物、ラスト1枚のイーソーだけ勝負の構えにしました。これイーソー切りづらいですけどね。切りづらいってさっきね藤崎さんもおっしゃっていた範囲ですね。あ、ただ他も全部切りづらいからどっか切んなきゃないってことですか。そうですかね。いやどうなるんだろう。まだ秋の上がり牌も山に1枚残っています。あの今見ると嫌だね松本さん、なんか当たっててと思いますけど。そうですね、なんか分かる、人間心理として分かる。ただ白打ってる可能性ありますからね。ポンだ、ただポンしてテンパイですね。これイーソープッシュ単用ドラ三赤換三ピン待ち満願のテンパイです。三ピンはヒサトが1枚持ってる。ヒサトが1枚持ってて場には1枚だけ、1枚だ、山に2枚残ってる。そして白はもう秋、白はまだ1枚ある。白1枚ですね。3品のが多い。さあ白がなくなった。秋つかまず。さあ太郎の壺番は残りあと1回です。これいるんじゃない。どうだ、いた2000、4000。タンヤオドラさん赤太郎、ここで本手決めました。リーチゴよく追いついた。2000、4000のつま上がりです。